おはようございいます、ソカジクルクですでや、新型コロナウイルスの影響が深く濃く出てきましたよねあらゆるところでは店舗を閉店したりとかですね休業を設けたりとかあるところでは社員を一時的な自宅待機そして減給にしたり、うん、残念ながら解雇したところとかあったみたいですそれから当然ですけども先の見通しが立たなくてもう資金繰りに行き詰まって倒産というところもねもうすでに出て始めてますね、えー、銀行金融機関もこれからあまあ事業資金のね 貸し付けが多くなるだろうということで対応に追われているそうですけどもお金を借りれる人ってそんなにたくさんいないと思うんですよ、うん、やっぱりねますますね私たちは自分で稼ぐ力が必要になってきますあなたのお勤めになっている会社ももうなくなるかもしれないですよで、えっと、広島県の話ですけども事業の影響これをね懸念している会社が57%あるわけなんですよそしてこの数字は日に日に増しておりますもしかしたら100%の会社がこの新型コロナウイルスの影響で、えー、もしかしたらね 販売ができなくなったり、セールスができなくなったりしてるんではないかなと思いますけども、んもっとね、大きな懸念事項があります。それは、仕入れがストップするってことなんですよ。皆さんの会社、どうですかね。販売は順調に進んでるけども、仕入れが起きてないんで、ストックアウトになってしまうというね。在庫がないから売れませんってことになってしまうと。すでに、多分ね、マスクとかもそうなんですよね。マスクっていうのも、今出せば売れるんだけども、入荷がないから売れないってことになってませんかね。で、マスクに関しましては、菅官房長官が言われるに、もうすぐね、 月間6万枚の増産体制に入るから大丈夫だというふうに言ってくださるんですけども最近の内閣の話聞いてるとね何もかも後付けで嘘ばっかりなんじゃないかなと思いますよね一時的な混乱を避けるために口から出かせを言ってるんじゃないかなと今の菅官房長官をはじめとする安倍内閣には全く信用を分けないとマスク一つにおいても信用を分けないでもそれを信用していくしかないところに私たち国民の悲しさがあるんですよね皆さんはどう感じでしょうかそれではいってらっしゃい